マコナコです。いよいよドラクエ10バージョン 4.5 の最後と思われる場所やっていきましょう。構成は賢者僧侶で、ニヤカワ戦士と天地雷鳴士、そのような構成になっています。勝てるかどうかなんでね、バージョン3の時も結構苦労したような記憶があるから、楽に勝たせてくれればいいんだけど。あとはパドレがね、ちゃんと活躍してくれれば楽できて良いんだけれども、やつのことだ。妨害するための神殿にも手を加えている。なんかポケモンみたいなね、ポケモンボールみたいになってたけど、さてまた親子の語らいをしようというのか。何も言わないね。ご婦人は知り合いの夫婦にお前を預けると言っていた。まあそれが妹のことなのか、妹の親なのか。そっかそっか、なら分かったね。立派な方に育ててもらったのだな。そんなに立派だったのかよく分からんけど、あれでいいんだよね。バージョン 4.4 のクエストで出てきたなんか2人いたけど、あれが親でいいんだよね。そこら辺がいまいちさっぱりなんだよね。今更そんなこと言われてもね。一緒に会いに行こう。マローネはこれクリアしてもね、多分いるんでしょうね、どっかに。なので追加クエストというか、バージョン 4.5 で、バージョン 4.5 の後編でいいのかな、後期の方で、そこら辺のクエストもね、ストーリーとしてでなんかね、なんか追加されても面白そうだけど、どういう感じになるのか。兄上ドミネウスは時見に依存したがためにヒロノスにいいように利用された。かたやヒロノスの傀儡となってしまった。そういえばどういう経緯でそうなったのかが描かれていたのかな、ちょっと思い出せないな。情けない父だが手伝ってくれ。じゃあ共闘してくれそうだね。あ、なんだ、即座にボスにはならなかったな。なるかと思ったけど。そしていよいよ最後かな。あー、見ずに進んでしまった。パドレ書いてありますね。あー、そっか、今なんかパドレもついてきたよね。これパドレもいるね、これ。なんだこれ、動きがおかしいぞ。こんな感じで、パドレもいる。これなんだろうな。戦績、討伐、うおっと。あー、敵はそれなりにいる。そして、これは、あー、なるほど、バージョン 4.1 の、これ弱いんでね、これ強かったら泣けるんだけど、もう弱いこと前提で今ガンガン行こうかなとか思ってるけどね。回復は十分なので、こっち側は賢者と僧侶、もしくは僧侶2名で来てもよかったけど倒されてるぞ。
まず盟友倒そう。ドアコが、ドアコが見られてる。マジックバリア、ギガデインやってくるんで、なんとかマジックバリア2回ぐらいやっていきましょう。なんとかドアコ生き延びている。チャージタックル、これは倒されたっぽい。いや引っかかっただけかな。マジックバリアさらにやっときましょう。うん、ようやく落ち着いた。そしてパドレは HP 高いね。まず盟友優先で、おお、なんかかっこいい攻撃やってるね。ちょっとゆっくり見たいんだけどね、そこら辺も見る余裕がない。ギガスラッシュ、ダメージもそこまでではない。これあ、なんか強い攻撃やるかと思いきやそうでもないな。なんかさっきの技見たいね、あのかっこいいやつやってるね。これ多分あ、うっすらとなんか色が、濃さが消える時もあった。そしてこれは普通に戦っていくのかな。となると厄介だぞ。あ、こっち側じゃない、こっち側か。パドレが、うん、得体の知れない敵。あれでも血族だよね、血縁あるんでね、あの盟友とね、勇者なかったんだっけかな。どうなんだろう、エテーニャ関係者ではないのかな、グランゼドーラって。ちょっと記憶があやふや。ここもまた敵が出てくるか。いかにも宝箱に引っ張られそうだったけど、特に引っかかりはなかった。世界樹の雫、これ最後使えって感じかな。結構アイテム使い惜しむから持ってきてるの賢者の聖水までなんだよね、ドアコも含めて。あんまり、おっと、これなんだ、これ 4.2 だけかな、このオーガって。死に合い爆だっけ。押せないか。さて僧侶はなかなか抜け出せてない。忍者が早くも倒される。ああ、そうだ、忘れてた、玄魔呼ぶの。玄魔解放、賢者倒された。だが回復できる人が多ければ辛い敵ではなさそう。そんなこと言っていたら総理は何度も倒されてる。うん、これはさっきの2体出てきたのと比べて与えるのが
味方一体のみなんで、敵の攻撃は。そこら辺がすごく楽。ドアコがしびれてる。オノムソー、そこまでダメージじゃないけど、ドアコは倒された。ここまで来ればあとわずか。モノ無双とか装填なんとかはほぼほぼ一発で全部持ってかれるかのような状況だが、これで倒しようえ。あ、相手戻さないね。で、今回はパトレは何も言ってくんない。 MP は大丈夫。次はバージョン 4.3 か。 4.3 なんだっけか。4.4 がプクリポだから 4.3 はなんだっけか。あれ、ドワーフでしたな。あ、ドワーフか。そっかそっか。あの巨大な巨人が敵だったら魅力的なんだけど。花びら、黄金の花びら、10万ゴールド配られた。あー、ロボットの方か、こっちね。とはいえ敵一体であるならばそこまで難しくはないと思う。いや、魔物の群れ。あ、ビャンだわ、あれ。あ、リュウロウシか。怒れる同士。僧侶があっさりと倒される。そしてどっちを先に倒せばいいかの問題もあるんだけど、どっちなんだろうな、これ。リュウロウシシールドブレイクを。わあ、倒された。あ、魔人の方が弱いか。でも魔人何度も出てきそうで、あと攻撃力が上がっている。あ、リュウロウシの方に攻撃やってしまった。さて、あと少し。うん、あとはリュウロウシだけ。いやー、出てきたな。やっぱりそんな、そうだわなって感じの。何か準備敷いたぞ、これ。多分ここにいたらダメなのは分かっちゃいるんだけど。リュウロウシ、最下の陣。あと少し。うん、吹っ飛んだ。他の技もね、いろいろあるんだけれども、この天地雷鳴士、なかなかそれをね、カーソル合わせるのが、合わせ直すのが大変なんでね。なのでもうほとんど火柱とか限られたものしか使ってない。無事倒したけれども、ドアコがついてきてなかった。あーっと、まっすぐ。
あとはプクリボッカ。あの時のボスなんだっけかな。プクリポは イルカだね。プクリポは確かイルカだと思うから。また複数体か。いや、なんか見えるな。あれ誰だ。あ、ファラスか。あ、じゃあファラスとパドレ。あ、違うな。ファラス怒ってるぞ。しかも遠くからいきなり襲われてる。ファラスのまがいものまでうんぬんって言ってるね。で、こっちは今動かないんでね。今ようやく動いた。多分ぶつかるところを見せたかったんでしょう。チャージタックル効かない。はやぶさ斬りを耐えられてるので、その点はそこまで攻撃が強いわけでもない。ゲンマを呼んでなかった。必殺チャージ。ドアコマ必殺。ドアか。攻撃はうーんと倒されてる。天下無双。おっと、2回ぐらいかわしてるぞ。ここは彩花の陣。ドアコが倒された。なんだかんだで結構耐えてる。そしてカカロンがまだいるか。うん、倒されたかな。結構強いけれども、回復さえしっかりしてれば何とでもない感じだと思う。さて、黄色くなった。でもここでファラス出てくるんであれば、プクリポはないのかな。なんか一つ早いような気がする。なんだ、うん、今敵なんだった今のは。なんかダブルギガスラッシュやるタイミングで何か少し動きがおかしかったように見えたけど。ここら辺をね、にやかだと見落としちゃうんでね。どうしても両方見なきゃいけないから、画面を。せっかく何か細かいことをやっていても気がつかないというパターンが多い。彩花の陣行きましょう。プラズマブレードでしまい。またパドレが。今のは確かにファラスだった。
さらに先進みましょう。ここがラストかな。どうなんだろうな。まあでも行かざるを得ないよね。もしくはこれ触ったらラストか。どうするかな。ここ行くか。もしラスボスだったらば一旦区切ろうとね思ったけれども、まだ MP 回復してないしで。誰だこれ。あー、クオードか。邪悪なる王、すごい言われよう。うん、マジックバリアやらないと良くないかもしれない。マジックバリアさえやってしまえばもう問題ないかも。ここまで大ダメージ食らうような状況ではなくなった。ハドレにハヤブサ切り、だいたい500、600ぐらいか。うん、問題ないかな。ジゴデインがそこまで強くないので耐えられればもう。はやぶさ切りも耐えてみせた。早いねこっちは。さっきは結構つらかったけど、ハラスは。早くも赤になって、これは、あっと動き止まってたか。チャージタックルついついやってしまった。これいいのか、倒してこの段階で。なんか何かありそうな気するけど、倒した。これ続々と出てくるタイプではないか。でパドレは会話できない。 MP は十分。これ MP は回復自動的にやってんのかな。なんか全然減ってる気配がないんでね。あ、ここ。そういえば、ここ最後じゃない？確かバージョン 4.0 の最後がこの辺りだったような気がする。うん。いよいよ。あー、眉があるね。行きましょうか。ここ多分ここが最後だと思うから、ちょっと一旦ここで区切るかな。あれ、これどこまで戻された。ここか。というわけで今回はここまでにしときましょう。なんか集中力がねもう足らなくなってきたんで、最後ねぜひとももう一気にね見るためにね、クリア目指すためにまた次回以降にしたいと思います。続き興味ありましたらまた次回もご覧ください。ではでは。